皆さん、ひょっとしたらこのスカイプの方の、っていうかパソコンの方の、ホームページの方の音量を消してもらっていいですか、ミュートに。パソコンの、ホームページの音声をミュートに消してもらっていいですか。消えましたか。ちょっと待ってね。じゃあちょっと、失礼しました、お待たせいたしました。西健さんにちょっとお電話してみたいと思います。どうも、もしもし。どうも、西健さんですか。ちょっとなんか音声がちょっとハモるようなんですけど、まあ今携帯だけにしてもらってますか。今切りました。はい、どうもありがとうございます。皆さんにもちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はじめまして、今日はねちょっと特別ゲストとして、参加していただいたんですけれども、まあ、普段、はい、書道家として、活躍されている西健さんです。はい、どんな書道ですかっておっしゃるので、ちょっとこう私が先日ワークショップの方で、参加させてもらった時に、書かせてもらいました、まあ、これは私が書いたので、ちょっと下手くそですけれども、こんな感じで、西健さん、画面はホームページ、あ、そうか、スカイプの方で見られてますか。今、YouTube のライブの方で見てますね。 ありがとうございます、はいはい、じゃあこの、部分は見えましたか。あ、見えないか、こんな感じで見えてます。はい、はい、ちょっと下手くそですけど、はい、こんな字を皆さんに教えてくださってる先生ですね。はい、で、ちょっと今下の段に森本理恵さんが、はい、今日はどうも早くから来てもらってるのにすいませんね、遅くなりました。はい、森本理恵さんは普段は広島の方にいらっしゃるので、まあ、今回の地震にはねあまり影響なかったかなと思うんですけれども、でもやっぱり少しは揺れましたかね。あ、もリエさん声聞こえない。あれ、今聞こえます。あ、聞こえすいません。であと今ね森さんが、ちょっとこう今片隅に行っちゃったんやけど、森さん声聞こえますか。森さんあれ、森さんちょっと声がちょっと届かなくなっちゃったかな。はい、今日その絵は、先日の、そうですね、6月の18日にありました、震度6というような、関西にしては、非常に大きかったような地震について、皆さんのお声をね、ご紹介できたらなと思いまして、で、今日は特別に西健さんにお声かけて、参加していただきました。ありがとうございました。で、ありがとうございます。はい、西健さんになぜっていうことなんですけれども、西健さん普段どちらの方にお住まいですか。そうですね、大阪の枚方というところに住んでおります。今回結構そういう地震の被害があったところでしょうか。そうですね、大阪北部の高槻の隣のようなイメージですね。そうですね。で、今日はお嫁さんのご実家の方のレストランですかね。そうですね。はい、に避難して、来られてるということで、今そのレストランの2階の方でね今お話ししていただいてますので、お客様が入られてきたらちょっとさよならっていうことになると思いますので、それまでにたくさんちょっとお話をお聞きしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今日はそのレストランの方にいらっしゃるんですけれども、西健さんの、先ほどフェイスブックの方ですね、拝見させていただきましたら、体育館ですか。あ、はい、
昨日まで避難してましたね。やはり避難が必要だったんでしょうかね。そうですね、うちの場合枚方近辺はですね、思った以上に被害は少なかったんですね。ライフラインも整ってますし、はい、うちのものも少し落ちた程度で済んだんですが、うちのちょっと娘がね、0歳の子がいまして、その子ちょっと医療的なケアが必要なもので、もし大きな揺れが来てからだと荷物が多すぎるので遅れてしまうのではないかっていうので、避難させていただいてました。そうなんですね。実際、大きな震災に対しての大きなものがすぐになかったとしても、たくさんのこうね、いろんなことが関わってくるんですね。お嬢さんですか？そうですね、娘がいます。そうですか。先ほどね、Facebook の方でちらっとねお顔を見せてもらったんですけれども、治療されてるんですね。あ、そうですね。ちょっと待ってください。今ちょうどあの実は気管切開というものをしてまして、例えばツンクとかがねなったような病気に近いものなんですけど、気管に直接穴を開けて息をできるようにすることによって、なんて言いますかね、ちょっと痰がね増えたりとかするんですよ。今もね、でこでこしてるんですけど。あ、大丈夫ですか。ちゃんとしてあげてくださいね。はい、ちょっと今、カメラ乱れてますけど。大丈夫です。はい。はい、やはり、健康な方ばかりではないので、やはり何かの時には、瞬く間に困ることもある感じですよね。そうですね。普段から何かしら、ハンデと言いますか、一つね、そのバスに乗るにしても、大変だったりとかするんですけどね、結構ね、この枚方近辺でも、そういう子も多いみたいで。あ、そうなんですか。あのね、関西医大っていうのが駅前にあるんですよ。そこに、NICU といって、そういう子、生まれたての子とかのね、障害を持ってそうな子っていうのを、集中的に治療する部屋がありまして、それもあってなのか、枚方近辺にそういう子が多いみたいなんですよ。あ、そうなんですね。はい。じゃあ、本当に、そのご両親の方、ね、そのお子様もそうですけど、今回はちょっと本当に大変でしたね。そうですね、枚方のあたりっていうのは、あまり震災などないようなイメージがあったので、まさかの。かなりの揺れだったので、揺れた瞬間に娘、朝8時なのでちょっとまだみんな寝てたんですけど、すぐに飛び起きて、娘の上にかぶさって、上から物落ちてこないかってことで、ドキドキしてましたね。無事にね、こうして今日いらっしゃるんですけれども、今回の地震が、まだ、本震なのか、余震なのかっていうような話があったりとかもするのかなと思うんですけれども、その辺に関してのご不安はどうですか？あ、そうですね、避難してるって言ってたのは、もしこの後、大きな地震がもう一度ある可能性を想定して、人がいる場所だったりとか、広い場所っていうところに一旦避難しようかなと。だから多分うちの周り、枚方の人たちの周りは結構ね、ライフライン整ってるっていうので、小学校の4組ぐらいだったんですよ、避難してる方。多分高槻の方はね、かなり多いと思うんですけど。あ、そうですね、はい、はい、私も先ほどちょっと始まる前に高槻にお住まいの方とお話しさせてもらってたんですけれども、高槻もなんか亀岡から淀川っていう結構広範囲が高槻らしくて、その中で、その方のところは幸い大した被害はなかったらしいんですけれども、ひどい被害を受けられてるところがあったりとか、いろんな物件が結構損傷起きてますっておっしゃってましたね。で、あとその、食料とかそういうものも一緒にしてなくなったって言ってましたね。あ、近くのコンビニ行ったらやっぱり水がなくなったっていうふうには言ってありましたね。ただうちらの場合はね、また特殊だったんで、もう自分たちのことよりも、自分たちはどうにかなるかなと思って、とりあえず娘を
ことがどうにか避難させれる経路を確保しようという意思ではあったんですけど、多分あれですね、あの高槻の、桜木町でしたっけ、あの茨城に近いあたりが震源地ですもんね。あのあたりがもしかして一番ひどかったのかもしれない。あの僕の知り合いの実家なんかもぐしゃぐしゃになってましたね。あ、そうですか。まあ、あの本当に、まあ、あのお亡くなりになったね、あの痛ましい、こともあの、聞いてるんですけれども、まあ、あの今回私はあの大阪なんですけれども、まあ、本当に、ね、大阪でもね、私とか東成区なんですが、あまり、ね、影響なかったみたいで、でも天王寺区の方の方がもっとひどかったっておっしゃってる人がいるし、するので、ちょっとこうあのその場所場所によって感じ方が違うのかなと思うんですけれども、で、まあ西健さんの、方は、結構、まあ、お子様のことがあのご心配だったと思いますし、まあ、避難されたりとかっていうこともあったと思うんですけれども、何かこう皆さんに、なんかこれはお伝えしたいなと思うようなことってあるでしょうか。あ、どうぞ、大丈夫ですよ。急に申し訳ありません。あの、そうですね、フェイスブックの方とかにも書いたんですが、あの、まあ、今回改めて思いましたのが、まあ、僕たち、まあ、避難させていただいたんですけど、その中でもやはり普段の仕事をその続けてられる方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですね。例えば交通網の方だったり、でコンビニで水を買うっていうのに関しても避難がいられるわけで、そうですね、そういう、そうですね、あの自分の身の安全をある程度ちゃんと確保しながら、経路だったりとか脱出方法だったりとかも確保しながら、でもあくまで、普段と同じ生活も続けれるっていうこともすごく大事な一歩なんだなってことを、体感させてもらうというか、あの教育の立場として思いましたね。あ、なるほど、はい、なので、なんと言いますか、震災でなかなか大変な時期ではあるんですけど、普段の生活を続けつつで、みんなのことを思いつつ自分たちの安全も守りつつっていうバランスがかなり大事になってくるんだなっていうのは思いましたね。なるほどね。まあ、あの、まあ、私なんかも、まあ、ちょっと、まあ、60過ぎてたり主人70過ぎてたりっていう年頃になってくるとね、やっぱりちょっと無駄な外出はやめとこうかなとかね、そういう風になってきましたけどね、まあ、しばらくやはり、まだあの、まあ、ちょっと大きな、余震とかが来た時のことを考えてと思って、そうですね、まだ、あの東北にしても熊本にしても、初めの大きな地震から大体2日間後あたりに本震が来てたりするということを聞いてまして、ただまだ、まあ、警戒しておくべき時期なのかなとは思ってます。そうですね、そうですね、まあ、私の方も、まあ、できるだけか、まあ、まあ、お水とかそういうのは普段からあの備蓄っていうかね、買い置きがあるのでいいんですけれども、まあ、あまりこうカップヌードルとか食べないんですけれども、まあ、あのちょっと買って置いとこうかなとか思ったりとかで、あとガスボンベですよね、そういうのも少し、買っときましたけどね、まあ、そんな感じですかね。なんかそうですね、普段の、まあ、意識面の方ですよね。なんかイメージが一番大事だなと思ってまして、もちろんその、あの水だったりとか、いろんな物品っていうのを買い揃えるのも一つだと思うんですけど、いざ揺れた時に結構焦ると思うんですよ。そうですね、そうですね。その瞬間の判断って普段どのぐらいその時をイメージしてるかによって変わってくると思うんで、実はその1年ぐらい前から高槻でちょっとした地震あったんですよ。はいはい。その時うちはまだ娘生まれる前で、あのその時少しその時横揺れの方が強かったんですけど、その時のなんか恐怖が少しあったので、はいはい、今回に向けてって変ですけど、次何かあったらまずいなっていうので、知らず知らずイメージはしてましたね。あ、なるほど。もし怒ったら何しようっていうので、そういうの大事ですよね。娘だけ抱えて、でじゃあ何を持って出ようかってパッと判断して、なるほど、っていうのがなんかある程度自分
の中で実践できたっていうのは一つ嬉しかったことだったんですけど、多分普段イメージできてなかったらできなかったかもしれなかったので。そうですね。まあ、あの備え売れば憂いなしっていう言葉が今回なんか私にとって、ヒットしてるなと思って、だから、慌てなくて、まあ、ある程度はねもちろん慌てるんだと思うんですけど、慌てなくてもいいように、まあ、普段から、まあ、少し、備蓄しておくであったりとか買い置きをねしておくであったりとか、まあ、私たまたま地震の時台所にいたのでね、まあガスのチェックとで、あの食器棚のチェックをして、で、まあ、それ以上はもうそこで、することがないのでね、まあ、主人はあのもうちょっと年齢も年齢なんで、普段お友達がテレビなんですよ。で、まあ、主人の、まあ、テレビがひっくり返ると寂しがるかなと思ってテレビを押さえに来ましたけどね。で、その時主人はベランダに出てたんですけれども、ベランダの方が揺れがひどかったみたいで、いやー怖いでしょうね。そうで、あのベランダから中に入ろうとしたんだけど、揺れてる間はあの扉がね開かなかった、はい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 、って言ってましたね。そうですよね。まあ、今回はあの、まあ、次もしかしたらまた大きいのがあるかもと思ってマンションだったんですけども、常に開き、あの扉玄関を、ね、開きっぱなしにしてました。もう怖くて。そうですよね。まあ、夜ね寝る時もね、まあ、あのちょっとこう外へ出ていけるようなあの T シャツとか、パンツをね履いて、寝ましたね。長いねこうちょっとズボンのようなものを履いて寝ましたね。大事ですね。もう普段着のまま寝るという形にしておかないと、まあ、普段はちょっと厳しいんですけど、あの今のこの3日間の現状っていうのはそのぐらいのことは必要かもしれない。知り合いはもう自分の上にでっかい机を置いて寝てるって言ってます。なるほど。まあ、ね、落ちてきても大丈夫みたいな。なるほどなるほど。ね、まあ、あの、さっきね、あのこの調整してくださったのが森和也さんという方でね、いつもねすごく協力してくださってるんですけど、森和也さんはね、あの枚方の対岸のね、島本町っていうところにね住んでましたよっておっしゃってましたね。まあ、本当なんか今回この、地震ね、まだちょっとね安心できないかなってふうに思うので、はい、今この和樹さんが昨夜ネット仲間同士で何かできないか話し合いましたが、今現在募金活動や支援活動を行っているところってありますかって、明日の時点では見つかりま、あ、昨日の時点では見つかりませんでした、赤十字も含めっていうことでね、おっしゃってるんですけれども、まあ、あの私もね、ちょっとあのすごくお気楽にしてたことを、まあ、ちょっとあの指摘されることがあったのでね、あちょっとやっぱりあのもっともっとあの何かできればなと思って、今日あの少し時間、今日と明日なんですけれども、あの、まあ、無料セッションっていう形で、させていただいて、で、お気持ちを募金箱に入れてくださいねってあの伝えて、させてもらうことにしました。なので今あのすぐにあの募金箱とかそういうのが設置されてないと思うんですけれども、あの設置され次第、皆さんねあの少し、募金していただけるのかなと思っています。で、ま、あの何かの、形で、少しずつあの何かできればなと思ってるんですけど、例えば、道ですれ違う方に笑顔で、ちょっと会釈をするとかっていうかね、なんかこう普段あの笑顔をあのしてるだけでも心がなんかホッとするじゃないですか、そういうこともなんか大切かなと思うんですけど、そうですね、リエさんとかどう思われますか？はい、そうですね、私は、2011年の東北の震災の時に、初めの4月の10日間と7月の丸々1ヶ月震災のサポートに入らせてもらいました。すごい。で、
その時に、私たちの仲間のクルーたちも皆さん頑張っていただいたし、物資も必要だし、怪我をされている方も、のケアも必要だし、ボランティアに入っている方々も長い目ですごくしんどかったんですよね。で、やっぱりニュースに流れていない実際に私たちが目の前で見たこともいろんなこともありましたし、長い時には本当に1ヶ月一緒に生活をしたり、体育館の生活の方にもずっと行かせていただいたりしたんですけど、やっぱいろんな意味で、体のケア、心のケア、子供さんを持っている人のケア、もちろん治療だったりとかっていうことが、全体的に、あと同じ物資でも、会場によって、物資が届いてるところと届いてないところもありましたので、なんかそういうことも含めて情報を行ける人は行く、違うサポートができる方はサポートするっていう連携が大切だなと思いました、今回もそう感じてるので、私も何かあれば関わりたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。私もやっぱりこう本当に、何をしていいのかわからないで、でも何か私もできることでと思って、ちょうど今日明日時間があったので、例えばセッションでもいいかなと思ってさせてもらってるんですけれども、どうですかね、募金とかは西健さんまだですよね、そういうのやってるのは。把握はしてないんですけど、ちょっとね、もしかすると、今回の震災というのは東北とか熊本に比べてで、その募金とかで解決できる部分がどこまであるのかなっていうのが少し気になってるんです。で、逆にね、僕が募金に対して思うことっていうのは、前の東北の時、僕はたまたまその京都に行ってたんですけど、その時に見たら東北遠い場所じゃないですか、そこでリアルに人が死んでいくっていう中で、自分たちの京都にいる人たちの気持ちもかなりすさんでいったんですよ。でそこで募金をすることによって、それで少し救われる部分があったので、どっちかというと、じゃあ、今、大阪が震災でやられてるっていうタイミングで、周りがすごく心配してくれたりとか、で、逆にそこで不安になる方もいらっしゃると思うんです、現地入れない方っていうのも、その方たちの気持ちを抑えるためにも募金っていうのは一つ、大事だなと思ったんですね。なるほど。ちょっと現地からこのことを言うのも変な話なんですけど、意外にね、現地にいる方はひょうひょうとしてる部分もあったり、人によると思うんで、語弊はあるかもしれないんですけど、意外にね、普通の暮らしがひな方では遅れたりするので、そこを心配してる周りの方たちのことが逆に僕たち心配になったりもするので、もしその募金を入れて安心できるなって気持ちがある、それはすごく一つ大事なことだと思うんです。そうですね、今すぐにそういう募金の設備が整ってなかったとしても、またね、これからお家家屋なんかのね、こととか、なんかいろいろ子どもさんのケアとかあるのかなと思うので、あるかもしれないですね。で、逆にその団体がなくても自分で立ち上げたりすること、立ち上げると言いますかね、僕なんかはその時ライブ活動をしてたりしたので、遠くの時は、鴨川でゲリラライブを開いてそこで募金を、義援金という形で集めたりもして、何かしらその時は自分たちの気持ちをつけるっていうのでやったり、自分で企画することもできるとは思うので。このセレンさんがね、今書き込みしてくださってるんですけどね、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということで、我が家も地震結果、地震、結構揺れまして、寝ていたのでゴゴゴーという地鳴りがして、ゆっさゆっさ横に揺さぶられて長くて怖かったですということでね、幸いいくつか棚から物が落ちたぐらいでした、まだまだ油断できませんねっておっしゃってますね。そうですね、やっぱりね、本当に私も、その瞬間やったような気もするんですけど、やっぱり怖かったですよ。そうね、あと本当に、今や、みんなができることっていうのを、こう穏やかに元に戻ることをイメージするのもそうだし、一人一人がやはりこう相手のことを思い
やるっていう気持ちを持って、過ごすことも大事ですね。で、私はちょっと、その辺が欠けてたようなのでね、ちょっとご指摘いただいてね、ああなるほどなと思って、今日はね、このようにあの皆さんのお話をお聞きしたいなと思って、させてもらってるんですけれども、はい、ね、そうですね、やっぱりこうね、怖い思いをされた、あの方もいれば、その、方たちに何をしていいのかなっていうふうに今思ってくださってる方たちもいらっしゃると思いますけれども、まあ、そうですね、心のケアですかね、やっぱり心大事ですよね。ね、あの西健さんはね、あのライブ、あの、三振も弾かれるんですか？僕はですね、ギターを普段一応ミュージシャンとしてもやってるんですが、はいはい、沖縄バンドに、沖縄の、まあ、三振弾くリーダーの人の後ろでギターを弾いたりとかしてます。なるほど。そのリーダーの人が、はい、東北の時にも、すぐ入られたり、熊本の時にすぐ入られたりして、僕もついて行ったりした時もあるんですね。なるほどね。まあ、リエさんもあの東北でね、長期間にわたってね、あのボランティアされていたりとかね、やっぱりこうあのそういうあの気持ちってすごく大切ですね。まあね、実際に人の、僕も今回そのメッセージいろいろいただいたんですけど、はい、本当に一つ声かけていただけるだけでものすごく、はい、あの心強いと言いますか、つながってるんだなっていう気持ちを実感できたので嬉しかったですね。そうですね、まあ、私も本当にあの普段お付き合いがもうあの途絶えてるような方たちも、メールとか LINE とかでいろいろこうあの問い合わせしてきてくださって、嬉しかったですね。まあ、あの皆さんあのこっちの状況わからないんで、買い物もできないんじゃないかと思って心配してくださる方もあのたくさんいらっしゃったんですけれども、まあ、あのうちの主人なんかも岡山から、ね、あの来てるんですけど、幼なじみが、ね、みんなお電話してくださってましたね。まあ、そういう、そういうのはやっぱりこう、ね、いくつになってもやっぱり、嬉しいなと思うし、クイラさんもね、今日はなんかあのチャットでの鑑定になっててね、本当すいませんね、なんかスカイプの方がね変わってしまったんであれなんですけど、さあ他にあの西健さんあのどうですか、あのまた何かこう活動とかこれからされることあったら皆さんにご紹介していただいてもいいんですけど。今後の話ですか。はいはいはい、あそうぜひ、というのもあれなんですけど、まあ、普段、こう色文字というものを、まあ、書の一環としてやっておりまして、一つ、まあ、その使っていますと先ほどの心の話ですね、人によっては僕のワークショップをその自己肯定感を養うワークショップって言ってくれる方も出たりとかして、自分で文字を書いていくんですけど、なんていうか僕は特に何も教えないですけど、書くことによって皆さん自分で癒されていくという、不思議な色を使った書道アートをしておりますので、はい、7月8日とかにもね、西中島でやっております。Facebook の方で配信もしておりますので、はい、またもしよかったら遊びに来てみてください。はいはいはい、まあ、ぜひね、またこの Facebook の、ページは、そうお名前が、ごめんなさい、西本健さん。ですか。そうですね、はい、西本健さん、ね、この西にブックの本で、賢いという人ですね、はいはい、私もこの初めの方に一応ご紹介はあのしてあるんですけれども、またちょっとよかったらね、ぜひ覗きに行ってみてください。なんかねこうあの沖縄バンドとかも楽しそうだし、で今いらっしゃるところがあの枚方のレストランですね。そうですね、はい、嫁の実家のレストラン、嫁もたまたま名字が西本なもので、レストラン西本というところで、嫁の、親父が西本なんですね。シェフをしておりまして、はい、また検索かけていただくと出てくると思います、はい、フレンチ仕立ての、はい、美味しい料理が味わえると思いますので、またもしよかったらお願いします。はいはい、もう今日は本当になんかありがとうございましたね、なんか貴重な話をいろいろ聞かせていただいて、
本当に皆さんもこうちょっとね、参考にもしていただけるかなと思うんですけれども、何か他に、もう少しこうなんかこうこういうところ気をつけたらいいですよというようなことありますか？西健さんに言ってます。ありがとうございます。はい、そう、ちょっと僕自身のこと詳しくないんですけど、まあ南海パークのことも言われたりもしますじゃないですか。で、まあ、大阪だけじゃなく日本全国が結構しっかり一度用心をするべきタイミングなのかなとも思いますので、はい、はい、まあ秋目になりました。備えあれば憂いなしということで、まずは自分の家の、逃げ場の確保だったり、はい、の確認だったり、はい、で、水だったりとか食料の備蓄での長い目で見ながらやっていくと買い占めとかと起こってこないとも思うので、はい、まだ起こってない段階から自らのことと思って準備できたらいいんじゃないかと思ってますね。ありがとうございます。そしてやっぱり早い目のこう避難とか、その人に合った、こうちょっとこう避難であったり、その、危機管理であったりっていうことが大切ですね。そうですね、自分だとどれが一番ベストかっていうのは人によって変わってくるので、いろんな市役所の方面だったりとか、そういう避難所の話載ってますし、で僕の場合だったら医療関係であれば病院の方に相談したり、で、まあ、逆に自分の、ね、周辺の知り合いに相談されたのも一番リアルだと思うので、おすすめしますね。ありがとうございます、ね、ぜひね、無理をしない状態で、避難なり、そういう実行管理というかそういうことができるような、ちょっと普段の、注意というか、備えをしとくっていうことも今、ね、求められているようですね。まだまだこうちょっと緊張感も続くと思いますし、簡単に言えばちょっと緊張感を持っていたの方がいいのかもわからないなと思ったりもするんですけれども、西健さんもお嬢様ぜひね、安全に守ってあげることができますようにね、そして、お体は無理なさらないように気をつけてしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、今日は本当にありがとうございました。また、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました、はい、またぜひワークショップの方もね、またね、ちょっとお話もまたいつか聞けるかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、ごめんください。はい、はい、ごめんください。失礼します。はい、さよなら。はい、西健さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、ここに、そうですね、クイラちゃんをちょっと、クイラちゃんが、出てこない。ちょっと待ってね。クイラ、じゃあ、私がクイラちゃんをちょっと選択する前に、じゃあ、リエさん鑑定ができていたら、鑑定をおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、ちょっと画面お願いします。はい、まず、ポチさん、こんばんは。はい、メッセージありがとうございます。今回の、いろんな地震は皆さんもポチさんも大丈夫だったでしょうか。ですね、ポチさんへ、ガイドからのメッセージということでした。で、潜在意識から、ガイドっていうよりももうポチさん自身はお気づきかもしれません。ご自身の中で一歩踏み出る、なんか新たな自分試みる、成長する、ご自身の中で再生スタートだけではなく、そこにもう一歩思っていることをご自身がちゃんと思って、自分自身の行動で踏み出す、自分自身がこう歩み出るという新しい世界っていう潜在意識からのガイドからの、メッセージにはなっております。そして潜在意識から、はい、こちらの潜在意識波動カードから
これはエレメントでいうと火のエネルギーですね。火のエネルギーっていうことはまさしく、こう活動的、今回の地震のようなこともあるかもしれないです。やっぱり心と体ってつながっていますから、ある意味感情的にならないとか、ある意味その感情をいい感情に変えるために言葉のメッセージで適切に伝えるとか、自分自身がその一歩踏み出るために何をどうしていきたいかということを伝えていく、なんかそういうことも少し意識されてみるといいと思います。エネルギーカラーになるのはライムグリーン、そういうものをちょっとね、新緑のような明るい緑とか、ちょっとねライムグリーンとか黄色と緑が混ざったようなお色を少し意識してみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと、クレちゃんに、ね、お電話してみようかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとじゃあ、続けてお願いしていいですか。どうですか、リエちゃん、できてる？ちょっと待って、じゃあ、はい、はい、では、はい、ゆうさんへ、はい、メッセージありがとうございます。はい、潜在意識からのメッセージということ、はい、そうなんですね。ゆうさんの方に潜在意識っていうのが、はい、ご自身の中でご自身の確固たるもの、自分自身の中にちゃんとした軸を、自分が今もう向き合っていることもやはりあるんだと思います。潜在意識っていうのは気づいていないご自身のことでもあるかもしれないですけど、今思っていることがいずれ形になるとか、形になりたいご自身っていうのも一つの潜在意識です。で、その中でこう思っていることっていうものをなんか可能性と引き出していくような潜在意識は、ご自身のなんか個性やインスピレーション、感性をより引き出していくという潜在意識からのメッセージになっています。それはやはり潜在意識からのメッセージっていうものはなんか、ちょっと一歩置いたような感覚に見えるかもしれないですけど、もう一人のご自身が思っている。そうなりたいご自身かもしれないのです。そこに少し向き合ってみてください。そして、はい、潜在意識波動カードからも、はい、こちら、そうですね、個性とか向き合うっていうことがちゃんとこのカードにもリンクしています。これは見極めということです。自分自身の中でも少し自分のことをちゃんとジャッジする、そして信用信頼がある方っていうこととか、ご自身が思っていることを意識してみてください。スカイプがグループにクイダちゃん入れたいねんけど、なんかちょっと待ってね。終わったね。大丈夫ですか。大丈夫、はい、うん、もう一つ、はい、お願いします。はい、お願いします。で、はい、だから、そうですね、そのユウさん、そこの潜在意識に向き合ってみるっていうこともそうなんですけども、そして、ね、ご自身にプラスため、するためにエネルギーカラー、それは藤色のような柔らかい紫、それも取り入れてみてください。ビビッとお湯に紫色もいいと思いますが、柔らかい紫も取り入れてみてください。ありがとうございました。探してみる。うん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 。じゃあ、すごくて、じゃちょっと、もしあれだったら電話で、すいません。じゃあ、クイラちゃんも、ちょっとね、スカイプがなかなかうまくつながらなくって、ごめんなさいね。ちょっと今日はね、変則で、ちょっと、この震災についてのお話を、メインでね、させていただいておりました。ね、ね、クイラちゃんの名前はどんなやったかな、みなもづきクイラで出てくるんやったかな。え、うん、送ってくれた。あ、そっか、電話切らなあかんね。はい、じゃすいません、うまくできてないね。私の方もね、たくさん声が漏れてるの？あら、そうなんですね。どうしたらいいのかな。なかなかごめんなさい。ちょっとややこしくて、どうなんかな。ちょっと待ってね。
水面月クイラで、探してんねんけどないな、ないな、ないわ。あ、皆さんすいません、ちょっとごめんなさいね、ここにもあるんやけどね、じゃあリエさんが、来てるかな、もう本当に、あ、大丈夫ですかね。水面月クイラさんが今ちょっと呼び出ししたんですけど、どうかな、あれちょっと無理かな、クイラちゃんは、スカイプで呼び出ししてるんですけど、ちょっとうーん無理なようなのかな、で、リエちゃんにまたつなぎたいと思います。あ、リエさんすいません、ごめんね、なんか南月、はい、クイラちゃんにあのスカイプで呼び出ししても結局つながらないのよ。だからちょっとお電話で、鑑定、内容ちょっとクイラちゃんに言ってもらおうかなと思います。ちょっと待ってくださいね。あ、もしもし、メッセージやって、なんで、うん、なんか今日は、ごめんなさいね、なんかあのうまくできなくて、はい、あ、もしもし、あ、クイラちゃん、あのね、はい、私の方から呼び出さないとあかんねんけど、クイラちゃん今呼び出してる？うん、スカイプで呼び出してる。あ、いや、いいんかな、んもっぺんじゃあ呼び出してもらってもいい？え、私がかけたらいいの？うーん、あ、じゃあちょっといけるかな、じゃあこれでここで入るかな、あれ、いや、リエちゃんだけ、これでかかってるかな。あ、じゃあ、あ、クイラちゃんは出たけど、あとリエちゃんも出るかな。あ、出た、はい、じゃあ消します。はい、あ、はい、どうもお久しぶりですようこそ、はい、こんばんは、はい、消すわ、ちょっと待って、はい、消してください、 OK、はい、はい、すいません、はい、ではあの、クイラちゃんも参加して、また鑑定の方をしていきたいと思います。今日はね、はい、一応あの、震災をメインにということでちょっとお話を、今も聞かせていただいてました西健さんが、はい、はい、あのいろいろねあのお話ししてくださったんですけれども、まあ、お子さんがねまだ1歳ぐらいの女の子さんなんですけれども、気管をね切除されているということで、だからそれもあって、あのもう 即避難をされて、うん、まあ被害はそんなになかったようなんですけれども、やはり、うん、万が一のことを考えてすぐ避難されましたしましたということで、うん、今はあのお嫁さんの方の親元の方へあの避難してきましたということでね、で、今ちょっと今回の震災に関して、少しお話を聞かせていただくことができましたね。やはり、お父さんですね、あのお子さんのことをまず一番に考えて、あの行動していますということを、うん、あの言ってくださってたんですけれども、であと、まあ、あの日頃から、まあ、あのちょっと備蓄っていうんですか、少しあの、いざという時のための準備をしておくことは必要ですよっていうことでしたね。そうですね、はい、他高槻の方かもあのお話をお聞きすることできたんですけれども、その方もあのやはり普段からあの、
備蓄をすることが大切ですよっていうふうにおっしゃってましたね、うん、そして私もね、もともと高槻に住んでたので、あ、そうなの、小学校ぐらいまでやったけどね、うんうん、でもうん、なんかとっても悲しいです。だから今回ね、あ、うん、ほんまやね、まあ、本当に痛いけないね、うん、あのお子さんが亡くなられたり、優しいおじいさんが亡くなられたりっていうようなね、うん、あの心が痛むようなね、こともあったんですけれども、まあ、ただ、まあ、あの私たち、まあ、私とこは本当に被害が少なかったので、てかほとんどなかったので、うん、まあ、だから私にできることはということで、まあ、ちょっと時間のある時に、まあ、無料鑑定をさせてもらいます、ので、うん、明日も朝10時からね、無料鑑定させてもらいます、まあ、10時から10時半まではあの1人あの予約があるんですけれども、その他にあのお電話かスカイプでの鑑定になります、あのしてほしいってあの思ってくださいましたらね、無料でさせてもらいます。その代わり、またあの募金箱が あのありましたら募金していただくとか、またすれ違う方にもこうちょっとこう笑顔でね接してもらえたりとか、そういうことで、していただけたら嬉しいなと思ってます、まあ、私ねはあの過去生からのメッセージが一応メインなんですけれども、まあ、過去から未来へって、まあ、こういうあの、まあスピリチュアル TV でも、まあ本当に単発的にチュピチュピッとしたことはさせてもらうんですけども、やっぱりこうあの20分ぐらいかけてね、あの未来へつながる、メッセージをねお届けしますので、ぜひねあのお申し込みいただけたらなと思います。で私はあの、Facebook の、梶岡あんこっていう名前で、してますので、またちょっと探してもらったらあのいいかなと思います。あのブログとかもありますけどね、うんうん、させてもらいますので、明日は朝の10時の方はいらっしゃるので10時半から、1時までと、また、ちょっと午後からもさせてもらおうかと思ってますので、よろしくお願いします、ね、なんかこんなことぐらいしかね、何かできることっていうのが思いつかなかったので、うん、そうそうね、どうしても私たちもあの、まあね、例えば震災のことを占って見てるんやけど、うん、でもそれを、うん、そうね、それを言って、例えば悪く出たら心配が逆に広がったりするし、うんうん、そうそうそう、うまく言って安心してしまったらダメやっていう感じもあるから、そうそうそう、なかなかちょっと難しいよね。私も今日昼間はちょっと電話の占いの方法をやってたんやけど、うんうん、まあ、震災のことはなかったんやけど、うん、まあ、なくてよかったなと思ってちょっとね、うんうん、思って、でもまあ、うん、私のカードで一応ね、うんうん、言ったら注意してなさいよってどうしても出るので、うん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 、だからまあ、しっかり自分のところを自分が助かるように、まずは自分が助からないと人を助けられないからね、だから自分が助かるようにっていうふうに予防すること と、 あと、うんと、私はいつも神社に行くときに、うん、まあね、向こうにお願いするときに、うん、地震が来るのは仕方がない、うんうん、あの地球がどうしても必要なことだからね、うんうん、だから大きく1回来るんじゃなくて、うん、小刻みでいいからっていうふうにお願いそうしてる。だから、ね、まあ、できるだけ被害が少ないように抑えてもらってっていうふうには言ってるのですけど、やっぱそれでもこうなかなかね、うまいこといかへんやなって思いながら、ね、でも一応ね、そのちゃんと準備をして、うん、自分たちが気をつけてれば、うん、最終的には願望上手のカードが出てるので、うん、被害少なくね、今、うん、今回亡くなられた方とかお怪我された方ね、とても悲しいことでもあるし、うん、それが正しいわけではないとは思うんですけど、うん、できるだけ被害がないような形で、うん、いけたらいいなっては思ってます、うん、はい、ね、ほんとね、まあ、なんかね、予兆っていうのがね、私も、うん、ちょっとあって、私、うん、夜中に起きることないんですけど、その地震の日の夜中はね、4時半ぐらいかな、なんか夢の中で、うん、2回ぐらい大激怒することがあって
で、怒ってなんかもうめっちゃ怒って目覚めてしもって、で、まあ、ちょっとお手洗い行ったりとかして、またまあでも早いからと思ってまたうつらうつらしたりとか、ずっと夢見てたね、なんかね、うん、だからまあやっぱりあのお友達もなんかやっぱ夜中に起きたって言ってましたわ。だからやっぱりなんかこうちょっと波動とかなんかが変わってるんかな、ちょっと変わってるような気がします、ね、うんうん、だからまあそういう時っていうのはやっぱりこうあのガイドも一生懸命守ってくれてるのかなとか思って、そうですね、まあ、うん、私京都なんやけど、京都の場合はあのもう私が感じたよりもう少し揺れてるらしいねんけど、私、うん、山側なのでちょっと地盤が結構、うん、うん、しっかりしてるのか、あのあんまり揺れがひどくなくて、前団地に住んでた時よりはね、うん、揺れがひどくなくて、あの震度3ぐらいあるかなぐらいな感じやったので、もう全然そのまま普通にしてたんですけど、うん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 、でもこうやっぱあのちょっとこう山際じゃないとこに住んでらっしゃる方とかはやっぱりすごい、あの阪神大震災とかをね、うん、まあ、思い出して怖かったとも聞いてるし、うんうん、結構やっぱしあの縦には揺れた感じがしたっていうことは言ってましたね、うん、なんか私もやっぱり今回はちょっといつもの地震とは違うなと思って、うん、まあ、私がだから、うん、そうもう60いくつやけど、まあ、生まれて初めてのやっぱこう一番こうあのきつい地震やったかなと思ったんですけど、うん、 そうね、まあ、その後ね余震がね全然私感じることができなくて、あ、本当余震は感じるよ。あ、そうなんや、うん、あの本当に一瞬やけど、うん、あのグワンって揺れて、いつもはこういう感じで揺れるんだけど、うん、じゃなくて縦に揺れてるからちょっともう、うん、もう少し注意はしといた方がいいと思いますよ、うん、ね、うん、だからかえってその方がなんか気持ち悪いなと思って、そう、まあ、そういうのもあるし、だからやっぱり、本当に、まあ、備えあれば憂いなしでね、ちょっと高いところに危ないものがあればちょっと下に下ろすとか、ちょっとね、心がけたいなと思います。まあ、今日本当にたくさんの、ね、ご質問もあのいただいてましてありがとうございます。そしてパールさんもね、あの関西の方なんですけどね、はい、あのパールさんもまあ、ちょっとやっぱりあの怖かったけれども、あの大丈夫でしたっていう風にね、書いていただいてありがとうございますね。こうしてやっぱりあのそれぞれの方がやっぱりこうちょっとお声かけするっていうのもやっぱり嬉しいものかなと思いますよね、うん、ね、すいません、え、私たくさんの方からね、あのレイさんからもあのメールとかいただいたんですけど、うんうん、ごめんなさい、寝てました。いや、まあ、リアちゃんももうなんかもう一番にあの連絡してきてくれはって、で、まあ、私も、まあ、そんなにもう本当にもうわんさかなってたらお返事ができないんだけど、まあ、落ち着いてたんで、うん、皆さんに お返事させてもらうことができましたね。でもやっぱりこうもう喉元すぎればっていうかね、もうすぐにこうあの忘れてしまうタイプなんでね、その辺はちょっと気をつけないといけないなと思います。皆さんもね、でもあのほら阪神大震災から、うん、あと LINE ができたんじゃなかったっけ、多分そうやったかな。あ、 LINE も早かったよね。あの本当に LINE も結構地震の時の、うん、例えば挟まったまま、うん、あの家具がこう倒れてこう全然潰れて、その方が中でこう見たら記録ってなるでしょ、だからあれ記録ってなるようになったんだって、確か阪神大震災やったか、その東北の震災やったか、ちょっと私も記憶にないんだけど、どっちかのやつでこう LINE っていうのができてるから、それも活用してね、あの私はより早く親戚とか友達とかの確認を全部できたから、やっぱしあの活用、そうそう、Facebook、そう、Facebook もあの安否確認をどんどんしていってくれてて、あの、うん、誰々さんあの、の、まあ、言ったらアクセスしたら全部アップされてくるのかな、うん、でよかったと思うこともあったし、うん、私が直接確認しなくても、ね、他のお友達が確認してて、元気やっていうのを見て、あ、よかったと思うこともあるしね、まあ、そういう意味で、まあ、あのいろんなそういうも、あのものも利用していくといいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、クイラちゃんもあのいっぱいこう、うん、質問来てるかなと思うんですけど、そうそう、あのいや今日は新さんのやつだし、これをどうしていくのかなと思いながらちょっとずつはやってたけど、そうそう、ディエちゃんもごめんなさいね、あの いっぱい質問来てると思います。はい、
私もちょっとあのいくつかご質問来てるので、そろそろお答えしていこうかなと思います。なんかあのこの震災に関してあの私こんなん伝えたいわっていうことがあったらね、ぜひね、ここに書き込みしていただけたらなと思いますね。で、本当にまあ私今日はあのちょっとあの全部できるかどうかわからないんですけど、まあ、明日あの無料鑑定っていうのをさせてもらいますのでね、お時間のある方お電話とかあの、スカイプとかあの教えてもらったらこちらからあのアクセスもさせてもらいますし、あのフェイスブックで箇条かんこで、言ってもらったらあの大丈夫ですから、ぜひね、まあ、利用していただけたらなと思いますけど、うんうん、そうですね、うん、私もねあのあんこさんには言ってたけど、お茶会をしようと思ってたんだけど、はいはい、うんうん、今月ちょっと、切り替えて私もちょっと無料鑑定をしようと思います、うん、のでまた、うん、後でアップするね。はいはい、はい、じゃあ、まあ、鑑定リエちゃんできてる？リエさんできてる鑑定？はい、できてる？今何かある？はい、あ、じゃあ、 あのリエさんから、じゃあ、はい、じゃあすいません、はい、はい、お願いします。ミニマルクさんへ、はい、はい、よろしいですか？はい、お願いします。はい、ミニマルコさんへ、はい、メッセージありがとうございます。お片付けのお仕事について年始っていうことなんですね。子どものお片付けだったりとか、まあ、生前整理ということなんですけども、あのミニマルコさんへの潜在意識からのエネルギーカラー、そしてオーラカラーっていうものがちゃんと出てくるのが、今回はすごく最初から出てくるものがあって、オレンジ色と黄色っていうものがすごく出てくるんですよね。で、そしてテーマというものがご自身自身の向上や自分自身が向上するだけではなくって、そこにいることによって互いに成長し合ったり支え合うということがテーマ。そしてなんか楽しむとか、そこでコミュニティをより楽しんでいく、支え合って向上し合っていくということがそこの中のテーマにあるようです。で、目標を持ってください。ご自身自体が楽しめる、なんか感化されること、そして向上できることっていうことが、まあ、目標を持つことによってさらにお仕事の視野が変わるようです。エネルギーカラーとオーラカラーは先ほど言ったオレンジ色と黄色、まあ、そうですね、柔らかい、まあ、パール系とかも取り入れてみてください。そうすることによって視野がまた変わると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、クイラちゃんが消えたわ。どこ行った？あ、おった。消えた？おった。あら、うん、あれって感じだったけど、はい、どうですか？できました？はい、はい、お願いします。じゃあ、Dさん行きます、はい、クイラさん、私は人が多いところ、特に、同世代で同じママと子供がいる場所にいるとすごく疲れます。本当は笑って過ごしたいです。メッセージをお願いしますってことでね。あのやっぱりね、こう自分らしくいられないっていう風に出てますね。で、自分らしくいられないからこうどうしていいか分からへんっていう感じなんですね。 で、でも気持ち的にはね、どういう気持ちでいったらいいかって言ったら、なんかボランティアの人たちと一緒にいるみたいな感じ。あのこれってこう、なんていうの、あの福祉精神みたいな感じがあるからね。だから、他の人たちといる時になんか何をしなくちゃいけないとかじゃなくって、なんかみんなのお手伝いをしようかなとか、なんかみんなが言わはったらちゃんとやろうかなとか、あのそんな感じでいいんだと思いますよ。あのよいしょ、あなたの場合はしっかりね、いろんなことが見れてて、でもそれに対してすごく注意深く物事を、ね、やっていくっていう素質があるんですね、うん、だからあんまし考えすぎないで、そこにいてあのみんなで楽しむっていう感じでいいんじゃないでしょうか、うん、そうするとなんかあんまり気を張っていかない方がそういうとこってうまくいくっていう感じですね。はい、頑張ってください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、すいません、もとこさんですね。はい、あんこさん、家にいるときに、監獄にいるような苦しい気分になることがあります。思い返せば小学生から一人部屋にいるときにそんな気分を味わったことがありました。過去生に何かあるんでしょうか、鑑定お願いしますということで、はい、あのちょっと過去生たくさんあるんですけれども、その中の一つが、中世の頃なんかこうあの、石レンガ造りとか石のようなそういうお城のようなね、
お住まいの中で、まあ、あなたは結構まあ高貴な貴族的な感じだったのかな。そして、勉強が必要だったみたいで、本当にあの無理やり、そこでいろいろな、勉強させられたっていうその記憶がやっぱりよみがえるっていうかね、そういう思いがあるみたいで、一人で部屋にいるっていうか、あの、建物の中にいるイコール、なんか苦しい、辛いっていう風に、なるようなこともあるんですよっておっしゃってましたね。で、まあ、できるだけ、あなたが家にいる時に、例えば、お花を飾るとか、あとあのデザート、美味しいデザートを食べるとか、なんかこう楽しいことをする、編み物をしたり、あ、まあ、男子さん、女性ですね、編み物をしたり、なんかあなたがいいな、楽しいな、もうお昼寝するのでも全然 OK で、そういうことをどんどんね取り入れていくといいよって言っています。そして、まあ、あなたはあの勉強することはあの、まあ、あの今あまりあのしなくてもって、なんかこういろんなその時に、蓄えたあの、知識がいっぱいありますよって、だからそれよりももっと行動する、楽しむ、もっともっとこうあの現実の世界に飛び出していくっていうことをね今やりたくてうずうずしていますよって言っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、続いてじゃあリエちゃんですかね。はい、あ、声が聞こえない。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。はい、メッセージありがとうございます。夏だけど北海道さん、はい、メッセージありがとうございます。リエさん、お願いします。仕事はどんなことをやったらいいですか。今無職ですということでした。はい、潜在意識からのメッセージっていうか、まあ、北海道さんへの潜在意識っていうことはご自身から聞こえてくることとか、ご自身が向き合っていること、うん、それは今自分自身になんか自分のケアをすること、自分自身を大切にすること、自分自身のお手当てをしたりとか、うん、なんかまあ、優しさだったりとか、そうですね、なんか寂しさだったりとか、なんか今ゆっくりと今なぜ休んでいるのか、何をどうしてゆっくり休みたいのか、その休んでいるっていうことは次は何をしていきたいのかっていうことをご自身がもう一度考えるとか、なぜそこが、まあ、無職っていうのがご自身が本当に今、うん、お仕事がなくってお仕事を休んでいるのか、無職っていう仕事を休むために何か辞めているのかっていうところですよね。少しご自身のなんか自分自身のケア、もしくはこれを踏まえた上で何をしていったらいいかという時に、そのご自身の経験値や今ケアというものだったりとか、なんか相手のことを理解するというものを少しヒントにされてもいいと思います。その中でご自身自体がもう一つヒントになることっていうことを、まあ、カードの中から、はい、こちら潜在意識波動カードから、皆さん、うん、こちらね、黒いエネルギーカラーとかっていうのはね、黒いカードが出てるんですけども、黒っていうカードは皆さん良くないんじゃないのとか、子供さんが黒が出るんだけどって言われる方もいらっしゃいます。それは、うん、あの表向きの何なのかな、まあ、雑誌とか本とかには書いてあることはあると思いますけど、黒は決して悪いわけではありません。凛とするとか、確固たる思いだったりとか、ご自身自体の中でしっかりと向き合うとか、ある意味固くなっている自分、それを柔らかくすることがテーマかもしれないです。黒っていうものはある時はすごく大切な時に着る服でも使います。学生の制服でも使いますし、冠婚葬祭の時にもきちんとした清掃です。ではこの黒というところをご自身自身の中で、それがピンとする確固たる思い、自分自身が強く思うとか、今きちっとなんか向き合うことっていうことに少し、うん、意識してみる。何をこれが黒なのかとか、ご自身自体の自分自身に向ける何か必要なのか。そこでじゃあもう一枚、さっきお色だったんですけども、波動カードから、これは体の中のチャクラでいうと第二チャクラ、丹田、おへその部分になります。うん、チャクラ、体のエネルギーでいうとご自身自体が深く深くなんか内観に向き合っていくっていうことがやはり今回も出ます。そして交わるというキーワード、
女性との関係だったり男女の関係、男性との関係、人との関係、交わりということ、そして自分自身が交わることによってどういうふうに今後していきたいか、今までどうだったのか、その交わりっていうものはどうなのか、そして女性、男性に対するような思い、なんか愛されること、愛することっていうことを意識してみてください。サーモンピンク、そして緑色を取り入れてみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ次、クイルちゃんかな。はい、さくらさんですね。はい、漢字のさくらさんの方ですね。クイラさん、先週遠距離で外国人の彼とのことを占っていただきありがとうございました。何もかもうまくいっていない状態カードも出ました。その状態を脱出するには彼と一緒にいて楽しんでいる姿を見せるとのメッセージいただきました。何度か連絡しても未読で返信がないです。ここを脱出する手段がありますか。また連絡取れる日は来るのでしょうか。私がやり直すチャンスはまだあるでしょうか。でね、そうですね、なかなか難しい感じが出てます。で、あのね、唯一のカードが、唯一いいカードがこれね、で飛んでますよね。で、あのね、行きにくいかもしれんけど、もう本当にね、あの経済的にも行けないかもしれないけど、あの今行くことができるならば今行きなさいですね。あのこのままずっと LINE だけの連絡を待っているのであれば、半年ぐらいは待たなくちゃいけないと思います。で、彼の状態がね、別に病気されてるとかそういうのも出てないので、ちょっと会ってないうちにこう忘れてるわけじゃないけど、なんかね、あの縁が薄れてきてるんじゃないかなとは思います。なので、もうこれしか出ないので、はい、飛行機で飛んでいきましょうって感じですね。自分の中でやっぱしこう彼に対しての本心をちゃんと見せるべき時なんではないでしょうかということです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、次はリエちゃんかな。私かな。じゃあ私いい、さっきちょっとじゃあ言っていいかな。じゃあちょっとつ、あ、次私いきますね。はい、じゃあ吉江さんですね。こんばんは。はい、私は昔から、お恥ずかしい話ですが、どうすれば世のため人のためになりますかということでね、そういうことを思ってらいいですね。はい、私の守護霊さんは私がどうすればいいかと言っていますかということで、聞いてみました。自分の人生を楽しんでください。そう、まず吉江さんをの人生を楽しませてあげてください。そして笑顔でいてください。笑ってください。あなたが、嬉しいことを人にしてあげるっていうことがいいですよっていうことで、そう、遊ぶっていうね、カードが出てきました。遊ぶといいよって、そして、新鮮な空気を吸う、郊外に出て、緑のあるところに行っていい気持ちになるとかね、そういう解放するっていうことですね。そしてね、自分自身にご褒美をあげてくださいって言ってますよ。人のためにっていうのは、まず吉江さんのためになることをね、いっぱいしてあげてくださいって言ってますよ。いいですか。そう、自分にご褒美、美味しいものを食べたり、お休みを取ったり、そして自分のやりたいことをやったりっていうことを、そうしていると自然とね、人にも、同じようにしてあげることができるようになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、次、リエさんかな。はい、リエちゃんお願いします。さきお願いします。さき、まだ、はい、あ、まだなのね。はい、じゃあ、はい、次、じゃあ、はい、はい、クリちゃんいきますね。はい、お願いします。ナナさんいきます。はい、クイラさんこんばんは。長い付き合いの友人でここ1ヶ月ほどよそよそしく連絡がほとんどなくなったのですが、何か問題を抱えているのか、こちらへの気持ちの変化があったのか分かりません。どんな状況気持ちなのか占ってくださいということで、ね、ご縁というかその形で占わせていただきますね。これも実況中継になります。すいません。
よいしょ。一番最初に出てきたカードはこのカードですね。猫やけどお母さんのカードなんですね。このお友達の方がご結婚されてお子様がいらっしゃるのであれば、もしかしたらお子様のことかもしれません。あと、お母様、ご自分のお母様はですね、このお友達のお母様のことかもしれませんが、何かあったというよりはちょっと、そのことで忙しいって感じでしょうか。でだから別にね、あなたのことがどうのこうのっていうわけではないと思いますね。で、気持ちとしてはでしょ、彼女のところにこの愛情あふれたカードが出てますね。うん、あなたのことに対しては別に何も問題なく、よいしょ、問題もなくですね、これね、裏返ってるからね、うん、大丈夫ですよって。であなたの方が結構気持ちが揺れてたり、あとまあこういうカードがね、恋のカードですけど、まあ役位置になっているので、なんか自分のことがあんまりうまくいかないっていう風に思ってしまうっていう形があるので、なんていうのかな、自分自身のことはあんまりこう考えずに、彼女のことも、まあ、彼女なりになんかあんやなぐらい思ってればいいんだと思います。今まではちょっと、忙しく、お母様のことでとか子供さんのことで忙しいことがなかったかもしれないけど、たまたまこのことで忙しいっていう感じで思っとけばいいんじゃないでしょうかね。まあ、2人の関係のところにも太陽のカードは出てるんですと、今逆位置なんですね。で、準備のカードが出てきてますので、もうちょっとしたら連絡が取れるんじゃないでしょうかねって感じですね。だからあまり心配せずに待っていたらいいんじゃないかなと思います。以上です。はい、はい、ではりえちゃんどうですか。まだかな、 いけそう。そうですね、先ほど、うん、あんこさんがされたそのよっちゃんさんですかね、はいはい、これご一緒の方だと思いますよね。はい、はい、そうですかね。はい、あ、はい、大丈夫です。はい、はい、あ、今じゃあ後でかな、今、後でね。はい、はい、わかりました。はい、では、ゆうさんですね。はい、こんばんは、はい、私、よかった、私で、こんばんは、私のガイドからメッセージがありますか。この寂しい気持ちはどうしてでしょうって言うんですけど、そう、寂しいっていうことは求めるっていうこと、裏返す、求めるっていうことかと思うんですよ。で、もし、泣きたいなと思ったらね、泣いてみてください。そしてね、なんかちょっと寂しいなと思えば、寂しいわって言ってみてください。そしてね、あなたのもと完璧な今タイミングであなたの元に必要なものが運ばれてきます、引き寄せられてきます。そういうタイミングです。だから、あなたがいいなと思うもの、いるものっていうかね、欲しいなと思うものをね、こういう人がやってきますようにとか、こういうものが集まってきますようにとか、そういう思いをね、あなたのガイドにちゃんと伝えてください。いいですか？そうすることによって、本当にあなたは、必要なものがちゃんとやってくる、そういう、素晴らしいタイミングなんですよって言っています。ありがとうございます。はい。では、クイラちゃんですかね。はい、じゃあ行きますね。はい、バラさんですね。クイラさん、ヒーラーの仕事をしていますが、今後売り上げを上げるにはどうすればいいのか、メッセージお願いしますということでね。時間が少しかかりますよって言ってます。うん、だから何事もスッとはいかないんですね。特に、今からの場合はあなたに対してはこう何かね、強い意志をしっかり持ちなさいよっていうメッセージが来てます。ってことは、今動いてもダメなんですね。今は動かない方がいい時だと思います。で、この先、自分がやってることで新しい何かが出てくると思います。新しいことをやるという意味ではなくて、自分がやっていく中でまた、そうやな、同じことかもしれないけど、同じことをやっていきながらその中で新しい感情とか新しいことが生まれてくると思いますので、それをまず見つけてくださいね。で、見つけた時から、次に向かって、やっていくことができると思います。今はまだ、そのステージの、そのステージの一番肝心なところの部分がちょっと抜けてる感じですね。うん、これ本当はこうねだから
自分の中でそれを見つけてから、見つけられたら次に進めると思うので、そこ、うん、そこですね。何かな、太陽のカードも逆向いてるので、いつもやってる時間帯と違う時間帯で一回動いてみてください。そうするとまた何か変わるかもしれませんので、それが頻度だと思います。お願いします。以上です。はい、りえちゃんどうですか。はい、はいはい、よっちゃんさんへ、はい、はい、はい、いいですか。はい、お願いします。はい、はい、よっちゃんさんに潜在意識からっていうご自身の中に、なんかこう、そうですね、なんかね、新たな自分の発見っていうものがあります。なんかご自身自体がしたいことだけではなくって、お友達に誘われて、何かこうご自身がその時に行って楽しめることかもしれないですし、その時に出会うことかもしれないです。何かいろんな体感をしたりとか、ご自身が、うん、これいいなって思われるようなもの、新たな発見っていうことが潜在意識からのキーワード。そしてご自身自体が、うん、変化する、それを何をどういうふうに変化をしたいかっていうこと、ご自身の中で、まあ、変化という言葉だけではなくって、自分のことをまだ見つけようとしている最中もやはりあるのかもしれないです。で、見つけて自分が何をどうしていくか、でもそうなんですよね、何をどうしていきたいかっていう時に何もしなければ見つからないので、やはりいろんな発見をしていただく。そして潜在意識波動カードからこちら、はい、カードだけで言うと妥協っていうことになるんですけども、私からすると妥協っていう言葉だけではなくって、長い目で考えたりとか、少し時間をかけてご自身の中で焦らなくてもいいので考えてみる。ただすることとしたら、うん、なんか新しいものっていうものの発見はご自身の中で楽しんでされたらいいと思います。それをゆっくりとご自身が何をしていきたいかなっていうことを仕事に結びつけていかれると、まあね、お仕事だったりとかすると急いで見つけなきゃって思うかもしれないです。もしかすると転職が適職になるかもしれないですし、今している仕事がさらな転職に変わるかもしれないので、少し気長な時間で考えてみてください。エネルギーカラーは紫色、白、シルバーを使われてみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、S さんですね、こんばんは。さっきもちょっとねちらっとお話したかと思うんですけど、心底をくつろぐことが下手くそで、くつろぐことを本当に身につけるアドバイスください。すぐへこんだり責めたりで、自愛することをなかなか腑に落とせないです。愛を表現することについてもお願いするできると嬉しい。本当にね、自分のことを、責めて責めてすることって辛いですよね。まあ、私も、どちらかというと自分のことを愛せなかったんです。そしてまあ、あまりこう自分のことをこうよく思えなかったんですけれども、ある日、子どもの頃の自分を思い出した時に、なんてねけなげなのかなって、私は母に、ずっとこう心配かけないようにね、自分に嘘をついていました。どん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 嘘が大きくなってました。あなたもひょっとしたら S さんも、どうですか、自分自身に何か嘘ついてませんでしたか、ね。そしてその原因は、きっとね、あなたの純粋な、思いやりであったりとか、そういう気持ちの表れだったかなと思いますよ。いいですか、自分に自信を、意識を向けて、そういろんなことをこう思い出してみてください。そして、寂しいのを我慢していたり、いろんなことを我慢していた、S さんを見つけることができたら、偉かったね、よく頑張ったねって言って、本当にあなたが、自分のことを愛してあげる、寄り添ってあげる、そういうことが、大切ですよ。そしてね、あなたのいいところをどんどん見つけて、そういいところをどんどんこうね評価していってください。よかったね、偉かったねって。私はね、こういうセラピストとして今お仕事をさせてもらってて、セッションするときは本当に自分の中の、クリアな、いい
部分を使ってセッションさせてもらう。だから普段は、結構ねいい加減なこともいっぱいあったりとかするんですけれども、だからまあこういう時だけは、自分の中の一番いいところをね、使って、セッションさせていただいてます。そしてね、その、気持ちがあると、何か決める時とかでも、自分を信頼することがどんどんできるようになってくるから、そういう意味で、いいかな。そしてね、自分を愛することで、人を愛することができるんですよ。そう、そして、人を愛する、まず言葉とかそういう笑顔、そして言葉、そういったことからね人に愛をね伝えていくことができますよ。特別に本当にすごいことをすることもなく、ただ笑顔で、挨拶をする、笑顔でお話をする、そして、こう優しい言葉を使う、それだけでも、どんどんとねあなたの愛がね広がっていって表現できていきますよ。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、続いて、クイラちゃんかな。はい、はい、ゆうきさんですね。クイラさんこんばんは。仕事の鑑定お願いします。どんな分野が向いていますか？その仕事でしっかり稼げますか？よろしくお願いします、ということで、最終的に見てるカードでね、よいしょ、こう女帝のカードと、コントロールのカードが出てきてますね。ってことは、女性を幸せにするような仕事っていう形ですね。で、これは全く違うかったらごめんねとしか言いようがないんだけど、元やってらした仕事かもしれないし、私の頭に浮かんできたのはホストみたいな感じの仕事やのね。全く違ったら本当にごめんねでも、その嘘をつくのがいい時と悪い時ときっとあると思うのね。で、お仕事でその来てはる人をこう上手におしゃべりをして気持ちよくさせてあげる仕事、でそういうことで女性が輝く仕事って考えた時に、私の頭の中ではごめんなさい、ホストしか浮かばなかったので、ホストじゃなくっても占い師とはまた違うな、なんやろう、お客さん商売って感じかな。お客さん商売で、お酒をほらシェイクしちゃう人なんていうの、バーテンダー。あ、そうそうそう、ボキャブラリーがそんな感じの方でこう話をして楽しませてあげられるような仕事で、夜の仕事やと思うのね。だからそういうことに全く僕向いてないわって思うことならごめんなさいやけど、でもそんなことで女性相手なのね、女性相手に仕事をされるとすごく成功されるんじゃないかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。さあ、りえちゃんどうですか？声が聞こえ、はい、大丈夫です。はい、はい、お願いします。ない、はい、わかりました。はい、はい、大丈夫です。はい、では、そうですね、ホワイト社員さんですね。はい、仕事に関する必要なメッセージをお願いします。私は、今私は無職ですということで、はい、あなたのガイドはもうあなたにお仕事の内容手渡してますよって言ってるんですけど、どうですか？はい、なんかこうあなたに、今できる仕事っていうのがあるんじゃないですか？ちょっとこうもし、気が向いたらというかね、ちょっと何か、行動を起こしてみるときって言ってるんですけど、それちょっと、カードしてますね。はい、はい、方向転換というカードが出ましたね、これね。今までにあなたが、こういうのをやりたいなって思っていることじゃなくて、でちょっと意識を変えてみるっていうかね、そうあなたこうねお仕事に関して一つの方向しか見てなかったかもね。だからあなたにぴったりな、お仕事をあなたのガイドが、ちゃんと手渡してるっていうんだけれども、それにまだ気づいてなかったかもわからないですよ。どうですか？ひょっとしたら結婚かもわからない。
どうですか。はい、そして、そう、もう大海原というカードが出てきたんですけど、もう本当に、自分の、もう、そう、大海原にこう乗り出すような、そんな気持ちでね、いるといいですよって言っています。ちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いします。はい、では、続いて、クエラちゃんかな。じゃあ、クエラちゃんかな。リエちゃんまだやね。ね、じゃあクエラちゃんお願いします。はい、サチさんいきますね。はい、クエラさん、出会いを引き寄せるヒントお願いしますっていうことで、どういう風にしていったらいいかなっていうのはね、今なんかね、あなた自身が傷ついてるっていう風に出てて、よいしょ、ちょっと精神的に参ってませんかっていうカードですね。精神的にちょっと傷ついてることがありますって出てて、でその気持ちをちょっと癒しましょうですね。これはまだ今さっきとちょっとよく似てるけど、今動いてもまだしんどいんだと思います。で、自分はねそんなつもりはないわかもしれないんですね。その前のカード全部いい形のカードがこうやって揃って出てきてるんでね、あなた自身はそうは思ってらっしゃらないかもしれないけれども、今ちょっと自分はお休みする時期やと思ってください。でお休みした後にもうちょっと、言葉とか体とかから出てくるものをこうにじみ出すもの、醸し出すものが少し変わってきた時点で動くといいんだと思います。で、まあ、引き寄せの法則になるかどうかは分からないんですけど、緑のあるところ、それと緑のあるところ、だから山と海みたいな感じの見えるところに出かけてみるのもいいと思います。そこで出会うっていう意味じゃなくて、そこで気をもらって帰って、自分を癒した後いい出会いがあるんじゃないかなと思います。一番最後のカード、これ一人勝ちのカードですね。だからお出会い、出会いがきっちりあると思いますので、自信を持って、山と海どっちも行ってみてください。別に海に浸からなくてもいいですよ。海が見える場所、あと、山が綺麗に見えるところ、緑のあるところに行ってみてください。以上です。はい、ありがとうございます。リエちゃんはよっちゃんのセッションやってくれた？はい、やりました。はい、ありがとう。はい、はい、すいません。先ほどお伝えしました。ありがとうございます。はい、はい、他にないですか、今？はい。ない感じ？はい、ありがとうございます。私は前半なので、今大丈夫です。ありがとう。はい、じゃあ、クエラちゃんどうですか？クエラちゃん、ちょっと今、セッション中？ごめんごめん。クエラちゃん、今、やっと新しいとこを開けました。ここからまた見てみます。そうなんや、うん、ごめんね。初めほら一番最初、スカイプじゃなくてコメントこう、ね、チャットって言ってたから、ね、あ、もし人数できひんよって言っててみんなも気ぃつけてくれたはってんけど、そうそう、だからちょっとごめんね、今から見ます。うん、せやね、今日はちょっとね、申し訳なかったね、スカイプがね、すっきり言ってなくて。いや、私も全然繋がらへんかったから、スカイプ。森さんが今日はサポートしてくれはってすごく助かりました。本当にありがとうございました、森ちゃんね。本当にいつもいつもね、助けていただいてありがとうございます。はい、ですね。まんこさん結構たくさん来てる、もしかして。ね、いや、私あと1個ぐらいかな。ちょっと、ね、私もちょっとわからへん。あとオレンジキャットさんのしようかなと思って次。じゃ、私多分今見てるけど、私もあと一人、ママさんだけじゃないかなと思いますので、そうね、多分ママさんだけやと思います。はい、からちょっと待っててね。そうそう。実況中継でやる？あ、そうね、じゃあお願いします。ちょっと待って、よいしょ、待ってな、なんせ字が見えないっていう。よいしょ、
商売を、ママさんね、商売を営んでるのですが、今月に入ってパッタリ消えてしまい、よいしょ、お客さんかな。それと同時に、義理の母は膝を痛め歩くのも困難な状態、ごめんごめん、それと同時に息子と義理父は手術、義理母は膝を痛め歩くのも困難な状態になり、わ、すごいね、鑑定をお願いしますってことで、あららら、これはお商売を見たらいいのかな、それとも家族さんのことも含めて見たらいいのかな。とりあえずお商売のことをじゃあ見させてもらいますね。はい、ママさんの商売ですね。よいしょ。大変やね、でもね、こう周りの方がこうどんどん倒れていかれたり、お怪我をされたりということで、手術もね、そんないっぱいやと誰がフォローに行くんでしょうって思ってしまいますけどね。よいしょ。よいしょ。お商売に関しては、でしょ、今ね、今やってること、もしかしたらいつもよりちっちゃい感じで動かれてるかもしれませんけど、このカードね。でも、ちっちゃい感じで動かれてても、それはそれでいいですって出てます。それはそれでお金にはなっていくので大丈夫ですよって。だから心配しなくても大丈夫です。お客さんだと思いますね。お客さんがあなたを支えてくれますよって言ってます。で、家族さんのことに対してね、どうなっていきますかっていう形をちょっとお聞きになってるのかどうかがちょっと見えにくいんですけど、よいしょ、家族の幸せのカードが出てきてますし、あとよいしょ、フールのカードね、なんか今、例えば手術をすることとか、今、病気を治すことが大事なんであって、それがちょっとたまたま重なっただけなんじゃないかなっていうことですね。で、お膝に関しては、やっぱ病院しっかり行って、膝ね、治るの難しいんで、サポートっていう形ですね。手押し車とか歩行器だとか、そういうものを早めに借りる、っていう処置を取ればいいんじゃないかなと思います。で、このままでどんどん崩れていくんじゃないかなって思ってらっしゃるかもしれませんが、それはないので、安心してくださって大丈夫だと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃ続いて、はい、オレンジキャッツさんですね。はい、こんばんは、もし時間があればということで、今週のメッセージですね。はい、なんかトランプをこう上から下までプラプラプラっていう風に、なんかマジシャンの方がこう落とされるような、そんな感じの姿が見えるんですけれども、なんかこう見事な手さばきが際立つ時期ですよって、あなたのその器用さ、あなたの身のこなし、そういうあなたのいいところがすごく際立つ時ですよって言っています。そしてちょっとカード引いてみました。はい、このそう、キューピッドですね。はい、あなたの、好きなもの、キラキラと輝くもの、美しいものをね、どんどん身の回りに集めてくださいねって言ってます。そしてあなたは素晴らしいね、導きに、素晴らしい、そうですね、導きを受けていますよっていうことですね。そしてほら、これどうですか、ウェディングのカードです。今彼がいる方なら、結婚についてのお話をする、もし、まだ、彼がいないのであれば、いずれ、結婚できるような、方に出会う、そういうことがあるかもねって、そして創造的なプロジェクト、はい、こういったカードが出てきました。いいですか。そう、あなたの、素晴らしい、未来をどんどん想像していって、幸せに、なれるというか、もっともっと幸せになることが、可能ですよ。あなたの本当に自由で美しい世界をね、想像していってください。今週はね、あなたが際立ちます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、今日も本当に皆さんありがとうございました。ね、どうですか、りえちゃん。うん。いける？大丈夫？はい、大丈夫です。はい。はい。
さあね、本当にありがとうございました。今日はね、ちょっと、初めの方は、その震災というか地震に、ね、のことに関して、まあ、特別ゲストをお迎えして、お話をお聞きしたりさせていただいたので、ちょっとね、鑑定の方が、抜けてるかもわからないんですけれども、本当に、こう皆さんが、意識をね、いい方に向けていって、どんな時にも、まあ、本当に慌てずに、こう落ち着いて、最善の方法を選んでいけるようにっていうことも、いいなと思うんですけども、備えあれば憂いなしということで、できるだけ今、準備できることはしておく、まあ、タンスが、寝室にある人はちょっと向きを変えたりとかね、そういうことでもだいぶいいみたいなので、ちょっとこういろいろこうして、いただけたらなと思っています。あとはその笑顔と優しい言葉をかけれることっていうことも必要かなと思っています。今日もね、人のためにいろいろやりたいんですっておっしゃる方もいらっしゃいましたね、そういう気持ちをね、大切に受け取って、したいなと思っています。ありがとうございます。今日もね、佐藤清隆さんのご提案でね、その地震に関してのお話も、皆さんとさせていただいたと思います。飴玉さんありがとうございます。そして、ミルラさんありがとう、本当に、ね、たくさんのね鑑定をありがとうございます。そしてね、リエさんね、ありがとうございますね、ちょっとスカイプの方がね初めうまくいかなくてね、申し訳なかったです。クイラちゃんありがとうございますね、ありがとうございました。もうこの、スカイプの本当に、森ちゃんがね一生懸命ね力になってくださって森ちゃんもありがとうございます。あと西健さんね、貴重なお話聞かせていただきましてありがとうございますね。本当に西健さんも1歳のお嬢さんが、喉のところをね、こうツンクみたいな感じで言ってたかな、切除、うんうん、されてっておっしゃってるのも本当に痛々しいですよね。でもそ のお子さんを一生懸命こう守ってるパパってねまた素敵やなと思ったんですけれども、そうですね、はい。じゃあまずそうね、りえちゃんから、皆さんに何かお知らせすることがあればお願いします。そうですね、今回お知らせっていうこともそうなんですけど、やはり余震のこととかがとっても心配だなと思います、今回ね、まあ、私自身も大きな地震に私は味わったことはないんです。ただ、まあ、仕事柄もそうですし、私自身がボランティアとしても2011年の東北の震災にも行かせていただきましたし、広島であった水害 のたくさんの方が亡くなった時も行かせていただいたりとかするんですね。でも私自身が何かあったら正直やっぱりきっと助けていただきたいと思いますし、やっぱりなんか一言一言っていうことがすごく大事だなと思います。でやっぱり一番になんか自分が怖いなと思った時になんか大事な人の顔が浮かんだので、なんかそういうところをなんかつなげていきたいなと今回も思いました。無事で何よりです。ありがとう、本当にね、はい、皆さん無事で来てください。本当にそうですね、まあ、喜ぶこともね、まあ、大事かなと思いますね。ね、本当にね。そうですね。ありがとうございます。クイラちゃんいかがですか？はい。まあ、京都の方は、まあ、そんなにやけどね、まあ、でも揺れたのは揺れたのでね、久しぶりに結構大きい地震だったので、みんなびっくりしたと思いますね。で、あと、大きい地震1回来てるからもう来んひんと思ってたっていう声をたくさん聞きました。でもね、日本自体がやっぱり地震間違いなく起こるところの位置にいるので、常にやっぱりその備えっていうのは大切にしとかなくちゃいけないなと思いますね。はい。で、まあ、後ほどすいません、無料鑑定のお知らせ、チャットの方に載せときますので、はい、6月の30日になると思います。土曜日ですので、そうですね、チャット、スカイプでもいいですし、あとお店の方に来てくださっても結構なので、はい、見させていただいた分お金はいらないので、どこか募金ですね、また出ると思いますのでね、そういうところらへんに、まあ、少しでも募金してくださるとありがたいです。はい、以上です。
そうですね、はい、まあ、私も、まあ、本当に、まあ、こうして、元気に、まあ、のんびりとさせていただいてるっていうのはやはり、そういうこともさせてもらえる時なのかなと思って、なんか鑑定をさせていただこうと思っておりますので、私は、明日の、朝のね、何て言ったかな、ごめんなさい、朝の、10時からですね、朝の10時から、夕方の10時から1時までと、あと15時から、そう、まあ、6時までですね、7時半からのが最終ですね、に鑑定させていただきます。これは無料です。大体ね20分ぐらいの鑑定と思っています。そして、また終わってからはね、なんかどっかの募金があればそこに入れていただいたり、本当に笑顔で、周りの方と接していただけるような、気持ちになってもらえるような、もちろんセッションするんですけれども、元気になってもらうセッションするんですけれども、ぜひね、よかったらお時間のある方はね、お申し込みいただけたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。はい、はい、もう一つ言うの忘れてた、来月なんですけど、7月の26日に私東京の方に、行きます。で、27、28行くんですけど、どちらかの日にもう それこそ関東の方は行くの珍しいので、それはお茶会を、どこかでやろうかと思ってます。だから、まあ、それはお金少しいるんですけど、めったに行かない関東なので、はい、どなたか、出席される方、クリラに会いたいという方がいらっしゃったら参加お待ちしています。はい、以上です。はい、東京に行くんですね。そうなの。いいね。ね、まあ、私たちも、まあ、来月7月ね、リエちゃんとね、もう一人鑑定士の方とね、3人でね沖縄行きます。私たち15日からね、19日まで行きます。17日の、イベントに参加しますね。またね詳しいことはね、ブログとか見ていただいたらいいかなと思います。そして、7月の1日なんですけれども、私はリーディングの体験会っていうのをたびたびさせてもらうんですけれども、7月の1日は、お一人ねキャンセルができたので、空きましたので、もしよかったらね湊川神社っていうところに朝10時に参拝に行って、お1日なのでねお祭りをされるので、そこで参拝をして、心も身も清らかな状態で、リーディングを皆さんに体験していただきます。朝の10時から夕方の5時まで、ちょっと長時間なんですけれども、まあ簡単なヒプノセラピーをしたりとか、させていただくのでね、まあ、皆さん喜んで、本当にね、今回で8回目なんですけど、ずっとね毎回休みなくね来てくださっている方もいらっしゃいます。またよかったらね、ぜひお越しいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そして、また明日の無料鑑定もね、ぜひ申し込みいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。今日は本当に皆様ありがとうございました。そして本当にさっきも言ったように、どこで、どういう、地震とかそういうのがあるかわからないですよね。本当に私たちも、ありますよって言われてあったわけじゃないんで、急やったんで、まさかっていう感じやったんですけれども、まあどんな時にも、まあ慌て、その必要以上に慌てることがないように、普段から、こうちょっと、さっき西健さんもおっしゃってたんですけど、もしもの時はこうしよう、ああしようっていうようなイメージトレーニングっていうのも今回役に立ちましたっておっしゃってましたね。お子さんがいらっしゃるのでね、守らないとっていう気持ちで一生懸命ですよね。ね、でそれが役に立ちましたっておっしゃってましたね。なので私たちも、まあ、なかなか、そういう時にならないと実感が湧かなくて、イメージもできにくいかもわからないんですけれども、でもまあ、皆さんのおっしゃる、ことですよね。お水とかお餅とか、そういうすぐに食べれるもの、そして、ガスっていうか、まあボンベっていうんですか、なんていうんですか、なんかそういう燃料っていうんですか。燃料、ですね、カセットコンロですね、そして、
お水、カセットコンロ、お餅とかインスタントです。私はあの缶詰もね、用意したんですけど、缶詰も結構ね、食べやすいかなと思って、そして、そうですね、あとは、まあズックとかね、言ってますよね。あと下着類とかをちょっと袋に入れておいたりとか、まあ私のあのお部屋は一応和室やし、周りにそのすぐに窓はないので、一応スリッパだけはあの外に廊下に置いてますけども、まあ、あの中には、スニーカーを枕元に置いて寝る方もいらっしゃるみたいで、まあちょっとね、なかなか実感も湧かないかも分からないんですけれども、日本中が結構あっちこっちで、大地震的な結構強い地震が起こっていることもありますので、ぜひね、そういうことにも注意していただけたらなと思いますね。はい、はい、で、何、私ら、まあ、私介護福祉士持ってるんやけど、そのもうほんまに、いろんな人を助ける時のね、あの防災訓練、消防署で一応、あの何回もやるんですね。でその、その時に絶対に言わはるのは、まず自分を助けることなんですよ。あの人を助けるんやけど、人を助ける前に自分が助からなあかんってことを、あの頭によく入れとくことって言われて、だからまずは自分が助かって、それを安全を確認して次人を助ける、なので、あのまあ、あの子供さんとかでいたらもちろん守るのは当たり前なんやけど、でも人を守るためには自分を大事にすること、っていうのが一番大事なので忘れないでください。はい、はい、そうですね、本当にあの自分を守らないとね、ですね、まああのまあガスであったり電気であったり、そういうスイッチなんかもね、ちょっと気をつけないといけないかなと思うんですけども、まあ、今回時間的なものもあったのか、あまり、まあ、火災も、まあ、一件二件あったような感じなんですけど、少なかったですよね。そうですね、阪神の時は結構ひどかったので、あれからこうだいぶその装置が変わったような気がしますよ。地震を感じると止まるような状態になったり、あと、あの時は冬やったからね。あ、そうそう、あとガスも揺れたら止まるでしょ、元栓が。あ、そうなんや。そうそう、止まるから、あの復旧はまたそのこう 見てやらなあかんねんけど、でもあのそうやって新しいとこが止まるようにはなってるから、ずいぶん変わったと思いますね。まあ、私もちょっとこの雨降りとか、まあ、だからちょっとこう、まあ、お父さんと一緒に外出するのもね、ちょっとまあ控えめに慌てて外出しないでいいものはしないでおこうかなと思って、まあ、そういうこともまあ、ね、あのなくなってしまうとまた、町の活性とかなんとかかんとかっていうのはあるかもわからないんだけど、まあ、無理に、行かなくてもいいところは行かないでおこうかなと思ったんですけど、そうね、あの日本人すごい真面目やから、震度6強やのに、6強やのに会社行くでしょう、すごく真面目に、だから、まあ、あの偉いというのか、あの何か決めればいいのに国がって思ったりもすんねんけど、そういう時は休んでもいいやろぐらいのことを誰か言わへんかなって思いながら出ますけどね。私らはこう自由なので、まあ、ただコンビニでもね、コンビニの方がいらっしゃらなかったらお水も買えないわけやし、そうそうそう、でもほらあのそういうことをお仕事にしてらっしゃる方は、人助けのためやし開けようとか思うでしょ、そう、であのそれはそれでいいんですよ。でもあの通常の会社って言ったらあれなんやけど、あの本当にそこにね震度6で行かな、あの 人関連の会社は仕方がないと思うの、あの介護してたりこう病院だったりとかね、あのそういうのは特に行かなくちゃいけないからフォローはしなくちゃいけないと思うんだけど、あのまあどこがって言われたらどことは言えへんのやけど、どれも必要やからね。でもなんか1日ぐらいこう大丈夫
ていう、こう周りに確認するような、うん、なんかそういうなんか余裕が欲しいなとも思いますね、うん、ちょっとね、うん、まあね、まあ、あの今回も、まあ、あのすごく長い橋をね歩いて帰られてたりとかね、まあ、大変な思いされてるなと思ってたんですけど、まあ、あの時、まあ、雨が降ってなくて幸いかなって、うん、そうやね、うん、まあ、大変は大変やけれども、もう今日みたいなあんな雨降られたらね、そうやね、うん、まあ、うん、まあ、なんせ、地球は起こってますって感じかな、うん、ねえね、まあ本当に穏やかにね、こう喜びいっぱいのね、なんかね、またあの日々に戻ってもらいたいなって、ね、思いますね、はい、本当に皆さん今日もありがとうございました。ぜひね、あのまあ備えあれば憂いなし、そして、穏やかな気持ちで、あの、安心して、過ごせる日々が早く戻りますように、あの祈っております。そして、まあ、あと、ちゃんとね、こうガイドもね、こうなんか守ってサポートしてくれてるみたいなんで、あのそれもちょっとこう、ガイドにありがとうって言ってね、言ってもいいかなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。お体に気をつけてください。はい、では、ちょっと待ってね。ごめんね、ちょっとここまで来て私がもたもたしてごめんなさいねって感じやけどね、じゃあちょっと、ね、皆さんありがとうございました。本当に、まあ、よろしくお願いします。